これはあるゴールデンウィークの話です。ゴールデンウィーク中といったら大阪なんで、旅行客のお客さんが来ていただいたんですけど、その時にそのお客さんはたくさんお酒を飲まれていました。飲みすぎかなんかで寝ちゃってたんですよね。寒いかなと思ってそのお客さんにはブランケットをかけて寝かせてあげてたんですけど、違う席から見ていたらそのお客さんが急に立ち上がって、あ、トイレかなと思って見てました。そしたらそのお客さんは通路に歩いていき、いきなり立ち止まりました。そのお客さん立ち止まった瞬間、何を思ったのか、その場でズボンとパンツを脱ぎ、なんと大きい方をしちゃってたんです。そのお客さんを見ることはもう今ではありません。